ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。つべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなことなければ来てもすぐ帰れた。サボってんじゃないの。僕はこのバスに乗って。商談のためにある企業へ向かっている途中だ。交流のある方は次で降りなきゃ。地震、強い揺れだって。大きな揺れだぞ。
僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は。どうするだろう。正直言って今はわからない。大丈夫か？名前は？名前は言えるか？とにかく早く、早くバスから離れろ！スタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。おや、大きな地震でしたな。
こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。そうですよ、大きな地震が起きてるのに。確かに、こんな時に私は公園でぼーっとしている。全く緊張感がない。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て僕は、気の毒だな、もう一度頑張ってほしい。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。おい、そこの兄ちゃん。怪しいやつだ。悪いな、人を探してる。この辺りで俺くらいの背丈の顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった。今そこを走っていきましたよ。チッ、逃げ足の速いやつだ。崩れてもおかしくないな。一応倒れんの。
ザイナーを探しに倉庫に行ったときは確かに持ってたんだけど。元気だってさ。初めてよ。今外を見てきたけど、ビールが凍ったんですごかったよ。